皆さんこんにちは。秋分担任大学部絵本会です。絵本会では、週に月曜と木曜日2回に、昼休みに活動をしています。モットーは自由に主体性を重んじて絵本を読むということです。活動では、附属の一宮幼稚園に、読みに行ったり、2ヶ月に1回、一宮図書館で、読み聞かせを行ったりして楽しくやっています。困ったトゲトゲは少し離れて寝ることにしました。はい、出来上がり。ネズミを呼んできました。